ウィリアム・ヒラブランド、ウィリアム・ヒレブランド、保健委員、移民局長に任じられ、同じ年の12月には、ハワイ政府の依頼で、アジアや、東南アジアに派遣され、サトウキビのプランテーションのための労働者の確保や、ハンセン病の最新の治療法の習得、ハワイに適した、有用な動植物の収集と輸入などの仕事を行った。 ハンセン病に関する記事は1883年に発表された。1871年にドイツに戻り、1877年にはポルトガルからサトウキビのプランテーションのための移民を送り出した。その後もハワイに戻ることを望んでいたが、1880年に渡航を諦め、ホノルルの屋敷を船舶業種のトーマス・ホスター夫妻に売却した。この土地は、 フォスター夫妻が管理、拡張し、1930年に妻のメアリー・フォスターが没すると土地はコノルル市に寄贈され、整備されてフォスター植物園となった。1883年にヒレブランドはハワイ諸島の植物を出版した。ヒレブランドの残した標本などの童貞はオーストリア生まれのジョセフ・フランシス・チャールズ・ロックによって行われた。 大箱科の植物の種、ベロニカヒラブランディや、ミカン科の植物の種、ファバリアムヒラブランディに懸命されている。ヒラブルは、植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアムヒレブランドを示すのに使われる。ありがとうございます。